聖御前堂は、福島県郡山市聖町にある聖御前を祀る、仏堂。2キロメートルほど離れた場所に立つ、万弱山長泉寺が管理している。床下にある石像塔場が郡山市指定重要有形文化財に、また、建物裏にある針聖古墳が郡山市指定史跡に指定されている。聖御前堂と同様に、 生御前の最後についての伝説が伝えられる地は、全国各地にあるが、従者の小六の石踏みが残っている場所は他に例が、なく珍しいものである。十二世紀末、源頼朝に等を追われた、源義経は、平泉へ落ち延びた。愛称の生御前は、従者の小六と馬の再原を友として、これを追い、道の区国の花輪という地にたどり着いた。 義経はさらに遠い北の平泉にいると聞き、この地を治める花輪長者の世話でこの地にとどまり、平泉へ向かう準備をしていたが、やがて義経が撃たれたという知らせを聞き、美女池に身を投げてしまう。これを哀れに思った花輪長者が1189年に石碑を建てて弔ったのが始まりと伝えられる。乳母のサが針仕事を教えていた地は、針生。 聖御前が化粧を直した場所は、化粧坂、小六が死んだ場所は、小六峠、聖御前が身を投げる前にか、次を捨てた沼は、担ぎ沼と呼ばれるようになったという。それから約400年後の戦国時代、この地を治めていた、大月城主の伊藤左衛門高行は、村内の塚から夜な夜な怪しい光が放たれ、村人が恐れているという話を耳にしてその塚を、調べ、 出てきた石碑からこの地が聖御前を祀った場所であることを知る。そこで高幸は聖御前を祀るお堂をこの地に建てた。これを1783年に再建されたものが現在の聖御前堂である。2005年、聖御前堂放山会によって鶴岡八幡宮の東の鳥居付近に聖桜が植樹された。毎年3月28日に開催。 生後前の供養祭が行われ、死銀や舞などが奉納される。ありがとうございます。